皆さん、こんにちは。ヒデ石川のブレス&ファンクギター講座。今日はですね、前にエフェクトボードの紹介をしたんですけども、その時に、音聞きたいっていうおっしゃっていただくださった方がいらっしゃったので、今日はちょっと音を出したいと思います。私、実はカメラ持ってなくてですね、いつもマックについてるカメラでやってるもんですから、ちょっとこういう体勢で申し訳ないですけども、しかも私今日ジャージですね、これアディダスでございますけども、ジャージ姿で申し訳ないんですけども、ちょっとご紹介したいと思います。まずギターから入ってですね、ギターはいつもこのフェンダーのギターですけども、ギターから、まずワウペダルですねに入って、オーバードライブ2つ、でフェーザー、コーラス、そしてディレイというセットで、大体やっています。いろいろ変遷したんですけども、結局ここに落ち着いて、前はですね、私これもう本当1メーターぐらいあるボード使ってた時期もあるんですけども、ディレイ2個つなげてですね、あとなんかトレモロとかもいろんなエフェクトをですね、こういろいろ入れてたんですけども、結局フェーザーコーラスディレイでいいなと、最近ちょっと思いましてですね、こういうスタイルになってます。一個ずつちょっとご紹介するんですけど、まずこれホットオンの、ソウルプレス、あ違うわ、ソウルプレス、あ合ってますね、ソウルプレスですね、どうもすいませんね。このモデルのいいとこはですね、このワウですけども、これですね、この切り替えスイッチで、ボリュームペダルにもなるんですよね。こうオンにして、なんでこれですね、ワウを使わないときはこのボリュームペダルでこう使っていることが多いですね。その横がですね、Earthquaker Devices の、スピーカークランカーというですね、オーバードライブ、これですね、ノブが1個しかないんですよね。でノブのね、名称モアって書いてあるんです、もっとって、そこがなかなか面白くてですね、これ、どんな音がするか、これクリーンですけど、オンにするとですね、こういうちょっとね、倍音が足されるような感じ、なんですよね。で、こいつをですね、ちょっとブースターのように、感覚で使ってるんですけど、ですね、これのね、いいところはですね、このボリュームを、ギターのボリュームを絞った時の音のニュアンスが結構良くて、今これボリューム絞ってるんですけど、フロントピックアップですね、ボリューム絞って、ここにザクザクした倍音がちょっと足されてですね、非常に気持ちいいもんですからですね、よくこれオンにしっぱなしにしてボリューム絞ってですね、ニュアンス作ったりしてます。その次はですね、ダンブルタイプの DMBL っていうですね、モジョハンドエフェクスのエフェクトなんですけど、これもあまり歪まない状態で、今フロントピックアップですね、歪んでますけどね、クランチ的な、今歪みがですね1時ぐらいですかね。でこれトレブルとベースのコントロールができるんですけど、トレブルがちょうど12時で、ベースが11時ぐらいですね。でボリューム、これでオンにするとすっごい音量大きくなるんですよ。なんでボリュームは今は10時から11時ぐらいなんですけど、結構アンプの状態によってですね、これをね、9時より8時ぐらい、8時よりの9時ぐらいにして
これぐらいでやることが多いです。最近はですね、これこっちもやっぱりタッチでニュアンスが変わるんで、ボリュームを絞った状態で使うことが多くて、なんでこのどっちもですね、タッチでコントロールしたいので、まあ、そういうニュアンスです、ね、これ両方入れるとファズっぽい。これ今デジタルアンプで音出してるんで、ちょっとニュアンスときつい感じに感じると思うんですけど、普段チューブアンプ使ってるんで、チューブでやると非常にいい倍音が出てですね、非常に重宝します。はい、続いてですね、こう空間系というか、これがですねフェーザーです。ですけども、大体ですね、デプスが12時ぐらいで、スピードは曲によってちょっと動かします。でフィードバックも12時で、もう非常に素直なセッティングでずっと使ってます。これはやっぱりね、スタッフとかそういうクロスオーバーの曲をやるときはもう必須なんでですね、フェーザーをいつも使ってます。でその横コーラスなんですけども、長いこと私マクソンのコーラス使ってたんですけども、曲によってやっぱピッチがね揺れるのがあまりこうちょっと気になることが多くなってきたんで、このワンコントロールのですねディメンジョンを使って、非常になんか複雑なコーラスのかかり方するんですけど、これピッチは揺るがないタイプなんで、まあ、非常に気に入ってます。でこれまたタッチによってちょっと雰囲気が変わってくるんで、そこもすごい好きなとこですね。ちょっと奥行きが出てくるので、おしゃれなポップスのバッキングとかやってよく使ってます。で最後はですね、これディレイですね、ブーストディレイティックトゥワンですけども、ね、これでタップがあるんで非常に便利です。であとですね、これキャラクターでフラッターっていうのがありまして、ちょうどねテープエコーの劣化を表現するようなやつがあるんですよ。でこれちょっとフィードバックとミックスを大きめにして、ちょっとやってみますよ。こう分かります？ちょっと揺れてる感じ。わかりましたね。こうちょっとピッチがこう変わってますけど、これ結構面白いんですよね。スキャーンとこうギターソロとかやるときもこうちょっと奥行きが出せるっていう、まあ、私はあんまりさっきも言いましたけどピッチが変わるのが好きじゃないので、フラッターはちょっとあまり抑えめですね。であとはですね、これレベルもコントロールできるようになってて、ブースト、まあ、名前がねブースト DLA ですから、ブーストができます。レベルがあってですね、僕はいつもはですね、私あんまりこう音量変えないように12時くらいで使ってますけど、これブーストすると これが大きくできますのでね、これディレイをオフにしてただのブースターとしても使える状態ですので、まあ、特にクリーンの大きいギターソロを弾きたいとき、これを使ってですね薄くDAをかけて演奏することもあります。まあ、というわけでですね、今日は私のメインボードをですね、簡単にご紹介しました。また、ぜひチェックしてください。それではまたお会いしましょう。